さあ時に三十分を回りましたここからは頑張れ南滑 SC でお付き合いお願いいたしますということで私 MC 吉本工業の井上真と申しますそしていつものこの方お隣ではこの方です中瀬氏浅田ですよろしくお願いしますお願いいたしますいや暑いですね今日はねそうですねカらっともつもも、はい、明けまして、はい、ね浅田さんもこれ毎年僕行ってますけども、はい、どんどん色が黒くなっているというねそうですね,ねだいぶ ね、もう南月のあのちびっ子選手たちも大きくなってますか大きくなってるじゃない黒くなっていってますもう真っ黒ですね,ね、はい、トップチームも女子もどんどん日焼けを重ねていってる女性はちょっとね、うん、あ女性はやっぱりそのサンスクリーン的な感じ、ね、そうです <laughs>、はい、あでも私ね結構あのなんてそうですかねえ そ,そうででもないですか <laughs> スポーツ選手やっぱね、えー、健康的にやいてい方じゃないかということですけれどもさあこの番組はいつもの通り東京都社会人リーグ1部から J リーグ参入に目指して頑張っております我らが葛飾のサッカーチーム南葛 SC を熱く応援していく番組だということになっておりますえ日曜日に試合が行われましたその結果なんかも今日ちょっと伺っちゃっていいかないいと思うありがとうございます <laughs> それでは参りましょう爽やかに今週も頑張れ南葛 SC キックオック 改めまして頑張れ南勝 SC 井上真でございますそして南勝 SC 浅田ですはいいやもうワールドカップも華やかなりしえもう準決勝ですかいよいよですね今日のもう深夜ですね朝,、はい朝

けど今世の中の皆様方皆さん歯医者じゃないですかそう,そういう意味ではう睡眠不足でそうだよね,もだよねでもいいよねそういう期間があってもね,そうですね夏っぽい夏っぽい,<は>いなんか4年後のカタールはあんま夏じゃなくなるんだってね なんかカタールは暑すぎてできないので、うん、この時期はとてもじゃないけどこから決まったんでしょ、はい、カタールでやるよってなってカタールがすげえお金かけて作ったんでしょクーラーが効くスタジアムを真夏にワールドカップ呼ぶってことはもうピッチまで選手まで冷房浴びながらやる設備を作ったんですよカタールは<え>4年後のためにもうすでに。 そしたら FIFA がサッカー協会がさすがに暑くて無理だっていう声が各国から届いてるとやめたっつって秋にしますっ <laughs> て <laughs> その設備が無駄になるというね秋になるんですか秋になるのわかんない今適当に言いました <laughs> 真夏じゃなくなるみたいですねでもちょっとだから四年後のワールドカップはなんかこうビールうまいなとかじゃないかもしれないね そうですねひょっとしたらこたつに入りながら見るかもわかんないですようんねえけどカタールだと行きやすいんじゃないですかアジア圏内の方々はそういうこと比較的ロシアとカタールってロシアの方が近いんじゃないのロシアの方が便が少ないんじゃないですか帰っててもロシアって大きいからそうですね果てしなく広いですからね行きたいね行きたいですねカタールにさ2週間ぐらい行く財力が欲しいね欲しい4年で何が起きる あ,れですよあのアプリがすごいじゃない今、はいね、ワールドカップの、はいね、NHK が入ってるアプリが、はい、あれって4年前は想像できなかった技術な気にしますね。そうですねだって電車乗って地下鉄に乗ってても生のワールドカップが、はい、手元の端末で見れて、はい、タダでよでしかもそのマルチアングルカメラとかで上から見た試合とかね,ね4分割で監督もって、はい、あんな技術が今 天の中にあるんですよということだって早稲田さん、あと4年経ったら、とんでもない今、想像もできないことが起こって可能性ありますよ、ありますよもう本当にテクノロジーがもう進化してきますんで、前半終わったとか、そういった瞬間に、いろいろ電子機器で分析が始まりますよ、そうですよ、もうなんか机の上でワールドカップやってくれるかもしれないですよ、ね、もう監督とかベンチにいないかもしれないです。<laughs> 今アメリカンフットボールとかそうじゃないですか。監督ベンチに。いないあ,あ、ラグビーですか。ラグビーなんかも今監督ベンチにいないんですよ。あの監督席って上にあって、うん、そこでもう。アイパッドとか見て、いろいろあるんですよ。えー、で、今回のワールドカップから。今までは。サッカーのスポーツは。ベンチにいる。スタ、あのグランドにいる関係者は。電子機器を持っていけないと。 ルールがあったんです。持ってはいけない電子機器を、はい。これもルールだったんです。<ー>今回のワールドカップから変わったんです、はい、ルールが。持っていいと。持っていいと。もう逆に止められないもんね。はい。そんなんでね、な歯に埋め込むとかされたらね、<laughs> 歯に悪いからね。だからもうインカム <laughs> 本当に。<laughs> <laughs> うん。 もうインカムつけて、もういろいろやる時代が来ますよ多分。ターンでもテクノロジー班が上にいて、監督右がちょっと弱ってますねみたいな。あります。ああなるほど。もうそういう時代来る。だからああいうアングルができるんでしょうね。なるほどね。いろいろ変わってくれだ。見る方もね。いやー見る方の目が超えますよね。お茶の間のテーブルの上でみんな VR つけて。<laughs> <laughs> 行け行けみみみたいななねねね本当でで、ね、ですす、ね、そんなも楽しみです、ね、楽ししさあ話が変わりまして葛飾のサッカーですけれども、はい、J リーグを目指して戦っております東京都の最高峰東京都リーグ一部まで上がってまいりました今年勝利を目指して4位以内に入ると関東リーグに上がるチャンスが巡ってくるということでございますけれども、はい、え7月8日日曜日、ねはい、え三菱は 長府グランドにて試合がありました。はい、相手は三菱業は SC。はい、それでは試合内容と得点、そして最終結果まず伺いましょう。さん、ドゥルッ、トン。六対六 <laughs> 対一です。勝ちましたか負けましたか勝ちました。いやりましたー。<laughs> <laughs> じゃあエコーを入れるタイミング難しい言い方しないでください。<laughs> <laughs> なんかせっかく入れてくれたんですから僕あのよくディレクター泣瀬と言われます <laughs> 予備動作を入れてくださいね,そうですね振りかぶって投げる瞬間、ね、そういうことですねそうですすいません <laughs> すいません勝ったんですねはいありがとうございます6対2ということで素対らしい6対1ごめんなさい失点1個増ェイていましたねえ前半が0-0で折り返すというそうですねこれはちょっとやっぱアウェーということもあり というかですね、やっぱり相手チームがだいぶこの前期終わってですね、ここから後期になってきます。そうするとリーグ戦なものですから、まあ残留争い、あとはまあ昇格争い、こういうのが出てきますんで。いろんな事情がねチームによってそれぞれ出てくる。まあサッカーはあの勝つとリーグ戦なので勝ち点三、引き分けだと一、負けだとゼロというシステムなので。引き分けでも逆に一もらえるのはサッカーの特徴そうですね。 だからその1を積み重ねると、うん、るやっぱりその中堅チームそうですねやっぱり残留っていうのが見えてくるチームもいますんで、はい、ということは守備的に入ってきたっていうことですかかなり守備的でしたねガチガチに三菱親父が今10位ですから、はい、我々なんか次1位なんですよ皆さん1位なんです <laughs> ね10位のチームですからちょっと残留を見越してきたのかな そうですね。うん、あとはもう守って守ってカウンター一本という展開を木こ木木だとは思うんですけど、ワールドカップでもありますもんね。カ、ね、のように守って最後一発パチッパーンみたいな。もう五急に五人いましたからね。うん、一番最終列に。ああ、ファイブ爆。はい。 やっぱその南下西市の戦力をリスペクトしてというかそうですね認めた上での戦いだそうですねなるほど三菱はですからアウェイですから家族の方もいっぱいいたでしょう三菱の方ですからいっぱいいますねねいっぱいいました蝶ネクタイのお坊ちゃんとかね綺麗な奥さんとかいたわけですよねお坊ちゃんはちょっと見かけませんでしたけどちょっとあれですよね最近この番組で大企業のチームに対する悲願みがすごいそうですねあのサッカーでは勝とうという。それリスナーさんからですねよく言われます私 <laughs> 私,は私はその山投げてる側ですけどのリスナーさんから励まされましたよ、はい、浅野さん、サッカーで勝ちましょう <laughs> 一つになってましたよね、はい、ただ本当、勉強になるのは、ああいうのやっぱ組織がしっかりしてるし、やっぱりなんていうすべてしっかりして声も掛け合って、やっぱ頭もいいから、サッカー、強いんですよね。 そうですね。それがすごいですよね。我々もだけど、頭いい離婚な選手いっぱいいますよ。そうですよ。そうですみんななんかダメな選手みたいに、もううちの選手も離婚ですよそうですよ。そういうことですよね。いやなんかじゃもうバンバン言ってますから。はいはい。ですからその三菱の方もその家族もしっかり守ってるわけですから、守備的なものをしっかり守ってこう。そういうことです。そういうことですよ。まとまりましたね。ホームですぎゅっとまとまりました。ということで前半ゼロゼロで折り返しまししかし我々なんですし、スローガンはサッカーで。 そう後半に入ると攻撃が始まります。<laughs> はい。えちょっと説明いただけますか。か <laughs> 50分ね、後半10分でございます。5分ですか？口を切ったのは28番の安田選手。そうですね。ねこの日安田とこの28番安田。はい。で23番、ええ、東東 で20番、カベッサ,、えー、ベッサこの攻撃の3人がですね<ー>非常にこうコンビネーション良くて、はい、まあちょっとあのも動画上がってますんで、えー、見ていただけると分かるんですけども非常に、えー、あのバランス良くて連動性があって。えー この三人でまあ先制点は本当に崩したと。いやそうトントントンでねヤスダ先生最終的にはこう右足で巻いたようなっていドか。まあでしたね。ちょっとあのですよね角度は真ん中でちょっと違うんですけどあのなんですか犬選手がねちょっと巻いて打った感じのやつに似てますよね。そうですねイメージ的な。あ早前のスイス戦かなベルなんだっけ新前試合で早前。二点取った時の犬井が。本本戦の乾はなんかね直線ですよね。そうですね。サッカー好きですね僕たち。 <laughs> はい、そして、えー、口吹きたのが安田1点目そして2点目はデイビストのミドルシュートセンターバックですからセンターバックなんですけど<ー>ちょっと1列前に上げてですね攻撃的にしてですねその彼が、まあ、ミドルシュート得意ですので。 これを見事に決めてくれたと。特感言ってくれましたね。そして三点目がカベッサ。特定ランキング今単独首位なんで。ワントップですからね。あの北斗の毛に出てくる悪者みたいな髪型してますからね。あそうですよね。ただお顔は非常にややら広かなしたカベッサです。本当に愛嬌用最高です。いつもフェイスブックでふざけてますからね。可愛いですよね。そして右隅にゴールしました。六十三分にもまた背番号二十三バズマ選手がボールを奪って。 すかさず引きた選手に11番に渡して引田選手が見事4点目をゲットと引田もあの得点も取りますし、うん、去年の得点をそうですね、ええ、アシストまあチームを本当に支えてくれてますんでそうでな非常に今貢献してますね三崎、ええ、太郎ですよねなんの11番ということはね。 そうですね、えー、まあ近いですねやっぱ主役を引き立ててっていうところもありますし、うん、引きただけにねうまいうまいことすね僕が言ったみたいなうまいことだって僕がこんな恥ずかしい思いしないといけないんです <laughs> 三崎太郎だと思っていただければね <laughs> そうそして23番東選手がまたねアシストになりますから4アシストでしょこの,日この日は本当に東,東半端ないが今ちまたで話題です <laughs> もう泣いてたらしいですよ三菱岩の選手がもうあんなんないのもうすごいですほんともうそろ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 ちょっと呼びますんでこの番組も来ていただきたいと思います是非動画の方試合の上がってますんではい。もう相手チームのご家族の皆さんとか奥さんの皆さんがやめてもうやめてってなってるねお声が入ってるんですこのタイトルを見ていただくとはい。歓声か悲鳴かとはい。もう本当に6点取られちゃったからね映像を見ていただくとですね。ね 申し訳ないですけども、そのぐらいもうちょっとゴールラ、うん、もうとんでもない試合でしたね。そ,そのぐらい出たけど六対一ですからね。はい、サッカーで勝ちました。サッカーで見、ね、てと言ってた。 あの奥様もうも家庭はしっかり安定されてるです,ですからもう皆さんがそれぞれの生き方をしていけばいいんじゃないかということでね <laughs>、はい、我々は J リーグを目指してやってるわけですからそうです、ね、ここで負けてるわけじゃないですから見事今週も勝ちましたということです、はい、順位の方が1位でございます勝ち点が242位が22のクリアソン新宿そして3位が東京海上 FC 勝ち点19八王子 FC は4位で勝ち点が17我々もこれはほぼマジックが点灯した4位以内を考えるとマジックが点灯したと 言うって構わないんじゃないですか？まだですね。そうですよね。はい。アナさん番組中はしっかり。はい。太のを閉めてますからね。まだわかりません。こっから気を引き締めて頑張ります。はい。あのまた皆さんの応援が必要ですからね。もちろん今週末日曜日でございます。月曜日です。月曜日でございます。今週はですね。すいません。月曜日十六日が祝日なもんですから、ここであの水本総合あの体育館多目的広場で。多目的広場で。ありますんで。第十。 10戦ですねはい三菱商事サッカー同好会とこれも名門ですよ三菱商事来ました大手超一流企業三菱が続きますね三菱続きます頑張りますというわけで残り6戦となってまいりました全勝でいきましょうねそうですねもう J リーグに向けてこれ勝てば来年は関東リーグに上がるチャンスが関東リーグになるともう群馬だ栃木だね茨城だっていういろんなとこ神奈川だ 遠征が始まりますので、いろいろ予算もかかってまいりますので、ぜひ応援お願いします。皆さんのぜひ千円もお願いしたいと思ってますね。 楽ししくなってままいりましたさあそしてタオルマフラーの販売がまもなく始まるということであっ始まりましたしもう汗かきますからこれからの季節はぜひですねこのタオルマフラーがないと汗か,かいちゃいますからぜひ来ていただきたいと思いますあのホームページから <laughs>、はい、あのゴルさんの今年からユニホームス、はい、あのサプライヤーでありますゴルさんのオンラインストアがありますので、はい、そちらであのご購入いただくという形になっておりますわかりました,ました、はい、ということで皆さん是非スタジアムに来ていただきたい水元 えに来ていいたただき時時でです、ね、何時ですか分どんなな試合になりましょうサッカーで勝ちます何でも負けてないでですからねサッカーも勝ちますサッカーでも勝ちますし人類としては調和です。はい、調和と発展 ね、<laughs> そして葛飾の未来へつながるそれがサッカーエンターテインメント葛飾に J リーグのチームを作ることによって J1 のチームねイニエスタだフォルランダーが来るようになりますからそうです、ね、もっともっと、ねはい、食べ物屋さんもいっぱい人が来るようになりますから全然また来週応援しましょう来週も頑張れラカツ FC! I'm a 「にならずに時代が追いかけてくる」「走ることから逃げたくなってる、oh,」oh,「oh, oh とということで生放送でお送りいたしました頑張れ南、南活 SC の上回さんと浅田さんお疲れ様でございましたイントロこれかけた瞬間まあ、これちょっとイントロドンみたいのがね、えー、最近流行ってるんですけどもイントロかけた瞬間にお二人とも瞬間に分かったという応募、wow wow、をつないとししみんなの青春がレイドバックしたというねそんな瞬間でございました。 時刻は11時50分です。この時間の道路交通情報は、介護老人保健施設、青と小春日の里、認可保育所、小春日保育園の提供でお送りいたします。では水上さん、お願いします。お伝えします。日本道路交通情報センター11時40分発表によりますと、国道6号水戸街道、上り、ことと橋東付近は工事のため車線規制です。 所要時間は四ツ木1丁目から中央区室町3丁目まで30分反対の下り向こう島2丁目付近から向こう島3丁目付近また向,こう島,丁目え向こう島1丁目付近から向こう島2丁目付近にかけてえ工事のため車線規制となっています渋滞は向こう島消防署前付近は1キロ近く 金町1丁目付近は1キロ半近く渋滞しています所要時間は中央区村町3丁目から青戸八丁目まで35分です続いて神奈通りの内回り笠西臨海公園前付近から堀江五沙楼付近にかけてまた椿